こんにちは。1万円を払うとですね、40日後とか50日後に、まあ、1万円をお付けしてプラス40万とか50万のね、謝礼金をつけてあなたにお支払いしますっていう、こういう風なね、新しい、まあ、詐欺がね、今大体いろんなところでささやかれております。これね、値段の付け方が巧妙だなと思うな。1万円っていうのはね、結構誰でも払える金額で、その1万円が詐欺られたとしても、まあ、一時めんどくさくてね、訴える人がいないんですよね。これがね、やっぱり30万とか40万になってくると結構やられた感があるんで、訴訟に向かっていく人もいると思いますし、ちょっと慎重になる方もいるんですよね。で、1万円だと何のね、下調べもなく、はい、参加するみたいな感じでね、美味しいとこだけ考えてリスクヘッジ全くしないような、そんなね、人の心をうまくついてるなと思います。さあ、この1万円払ったら40日後50日後にあなたに謝礼を払いますよって、このね、作戦なんですけども、当初はですね、投資商品に入れてそこからの利益を分配するって形だったんですけども、まあ、だんだんね、営業した先が投資家さんだったりとかね、プロのトレーダーだったりとかしてボロが出てきたんで、最近はね、商品を買っていただいてその感想を書いていただいたらそのお礼を支払いますってことになってますよね。まあ、これ面白いですね。商品を1万円で買うじゃないですか。で、40日後にその商品の感想をモニターとしてちょっとだけね、インタビューに答えていただけたら、それに対してお金支払いますよってことなんですよ。10万円、ね、で、それはね、これそういう話を持ちかけてる営業マンさんの給料がものすごく高くないといけないですよね。その人自身が時給1300円で働いてるのに、なんで自分でね、そのモニターをせずに人にそのチャンスを与えてるのかってことなんですよ、うん、で、この話を広めるのもね、ものすごくね、罪作りだと思いますよ。自分で内容が見抜けないのに、まあ、広めていくと、要するに自分が責任を持ってこれは大丈夫と思って広めるのとは全くわけが違いますからね、うん、やっぱりね、コロッと引っかかっちゃう人いるんですよ。で、個人的に自分は恨まれないかもしれませんけども、自己責任だって言葉で逃げるんでしょうけども、まあでもね、お金を失って痛い思いをするのがたくさん出るのはもう本当にこれはね、明らかなんですよね。で、大元がそれを狙ってやってる時に、まあ、紹介料が入ろうが入る前かね、こんな話を広めて、要するにね、うまい話を広めて、一生懸命働かなくても人に喜ばれなくてもお金って生まれるんですよみたいなことを、そういうことをね、世の中に広めてしまうのはものすごくね、害があると思います。これがね、やっぱ19、20歳の若者ならしょうがないんですけども、そこそこ分別を整えたね、40代、50代とかね、60代のぐらいの方がやってしまうのは、もうこれはね、無知とかバカを通り越して危険な思想だと思いますね。なんかその迷惑系 YouTuber っているでしょ、あれと同じぐらい立ちが悪いと思いますね。まあ、ですので、少なくとも人に紹介する以上は自分でも下調べをして、そして自分でもね、試してみて利益を受け取れて、それによって紹介するのかどうなのか、そしてやっぱりね、取引先の会社に対してのリサーチも必要です。どういうところに気をつければいいのか、そして誰のところに持っていったらこの人はあんまり調べずにそういう話に乗っちゃうっていう風な危うさですよね。こういうところまでやっぱり鑑みてですね、人に知らせなければなりません。まあ、私にこの話を知らせてくださった方は賢明だと思います。私はこういう話きちんと、どういうところに齟齬があるのかきちんとね、調べて裏付けを取ろうとして、やることができるからなんですよ。プライバシーポリシーとか細かいね、従業員さんの住所とか、それが登記簿謄本取り寄せてとか、法人なのか個人なのか、こういったことをね、やりながら、それから商品がマーケットに本当に流通しているのかどうかってことも調べることができます。単なるインターネットの検索ではなくて、今業界でこんなんが出てきたけどこれどう思うんだということで、その業界に長くいる人の考えを聞くこともできますので、もう360度あらゆるところからね、たった1万円のものであれ精査するわけなんですよ。そこまでやってもうまくいかないものがある以上、精査せずにね、何の下調べもせずにうまくいく方法ってのはないということはね、言わざるを得ないかなと思います。これが今回のまとめになります。限定公開動画を見てる方にはね、よくわかると思いますけども、これね、いきなりこの動画見ても何のことかわかんないと思います。まあ、その方は、まあ、速稼塾に参加していただいて、詐欺商材の見分け方、このシリーズをね、最近もパート1、パート2、パート3の3部作でお送りしましたんで、そちらの方をご覧いただければと思います。そこにはね、社名もバッチリ載ってますんでね、私が考えるここはダメなところって感じです。私が個人的に考えるところなんで、不特定多数の人にね、公開制限を解いて、リリースすることはありません。速稼塾の中に入った方だけの内々の情報でございます。ご用心ということで今日は締めさせていただきます。それでは。